ちは。囲碁が大好きなクラステンヌのクーロンです。今回の囲碁の話は盤上ヒストリー。江戸時代に打たれたミニ注目流林院長門流対林門里をお送りします。小目から締まりを省略して星分けへ展開する布石は注目流と呼ばれ、それまで締まりが絶対優先と考えられていた日本の囲碁界に変革を起こします。昭和40年代にそれまで決して強くはなかった中国の棋士たちがこの布石を多用して日本勢を席巻したことから中国流と呼ばれていますが、もともと日本で打たれ始め、それが中国で広まったものだそうです。その中国流に類似した図のような展開はミニ中国流と呼ばれ、中国流と同様にスピーディーで侵入してきた敵を厳しく叩いて主導権を握る攻撃的な構えとして平成の時代に大流行し、多くの研究がなされています。ミニと呼ばれていますが、中国流よりも早く江戸時代初期に五星本因坊道作が打ち始めた布石であり、別名道作流とも呼ばれています。なお一般的に道作流といえばミニ中国流のことを指すと考えている人が多いのですが、中国流も含め単に小目から締まりを省略して星分けへ展開する手そのものを指すという人もいて、その定義については諸説あるようです。今回は享保20年西暦1735年に五世林院長門流が門人で後に六世となる林門里と対局した棋譜を紹介します。対局が行われたのは本因坊道作が亡くなって33年経った享保20年。林院長門流は元本因坊門下で、道作が育てた皇帝たちに鍛えられ享保11年に五世林門流となっています。対局時にはすでに道作の皇帝たちも亡くなっていて、院長が道作の考えを受け継ぐ最後の小打ちと言っても過言ではない状況でした。白7がミニ中国流、いわゆる道作流と呼ばれている形で、3から7の構えは締まりと開きを兼ねる形として、道作の時代道作やその門下により多く打たれていました。5手までで勝敗も不明。対局者が師弟であることから研究用として打たれたものかもしれません。道作流つまりミニ中国流はその後ほとんど打たれることがなくなりますが、平成の世になり大流行しています。令和の時代になると AI の登場によりプロの間ではほとんど見られなくなりますが、愛用された方も多かったのではないでしょうか。次に同じ時期に同じ対局者により打たれた棋譜を紹介します。白5に注目していただきたい。先ほどの白7より一路隣に打たれていますが、この手は平成20年代になってから中国流の変化版として流行していて、スモール中国流または中国の隣という意味でベトナム流などと言われています。
こちらも研究用として打たれたものかもしれませんが、平成に流行する手がこの頃に打たれていたというのは注目に値することです。同作とその門弟たちの時代に大いに囲碁の研究は進み、その内容は現代の囲碁に通じるものであったと言われています。しかし院長門弟が対局した時期は六世本因坊智伯が若くして亡くなり、まだ10代の秀伯が後を継いだものの囲碁界全体が低迷。その後も本因坊家では秀伯、伯玄と相次いで当主が若くして亡くなり、ますます低迷する囲碁界が軌道中水の時代、あるいは暗雲の時代と呼ばれる時期を迎えます。そのため同作らが行っていた研究もいつしか忘れ去られていったと考えられています。その後囲碁界は軌道中高の祖秀世本因坊殺言の登場により再び活性化し、現状上は秀和らにより華やかな時代を迎えますが、その後は同作たちとは異なるいわゆる江戸時代の後となっていました。歴史にパラ・エヴァはありませんが、現代の後に近い同作たちの後が衰退することなく